株式会社 GNI グループはマザーズに上場している創薬企業。主に中国を拠点に新薬探索、臨床開発から製造、販売まで一貫した事業を行っている。アイス・イは2016年現在、中国で唯一販売、承認されている特発性肺炎維症治療薬。2017年2月に中国の新保険目録に収載された。 また、適応症拡大のための知見を中国で行っている。中国以外の地域では、オーストラリア、ニュージーランド、アセアン諸国、香港、ロシア及び独立国家共同体を含む地域において、アフトファーマシューティカルズと独占的販売契約を結んでおり、2016年5月にマレーシアで登録申請を行った。F351 はピルフェニドンの誘導体。 ピルフェニドンに比べ性異症の減少に強い作用を持つ。B 型慢性肝炎に伴う感染異症の治療薬として、中国で第2小臨床試験、アメリカで第1小臨床試験を実施している。F573 は、エピセプトが開発したジッペプチド化合物。アジア、オーストラリア、ニュージーランドで開発を行う権利を取得している。2011年7月に、 上海食品薬品監督管理局に新薬治験許可申請書を提出。タミバロテンは、東光薬品工業株式会社が日本において承認を受けた、急性前骨髄急性白血病治療薬。中国における開発などの権利を2013年に GNI グループと EPS との合弁会社である GNI。 EPS ホールディングスリミテッドが EPS 株式会社から譲渡。GNI グループと投稿薬品工業株式会社が臨床試験を行っていた。2015年に臨床試験を早期終了し輸入薬承認を申請。サンヒドロコルチゾンの温度により制御されるフォーム上製剤。2015年に 試験許可申請書を北京市食品医薬品監督管理局に提出。以下は2019年3月現在の GNI グループの主な関連会社。パーセントは議決権比率。括弧内は間接出資を含む。ありがとうございます。